冬、浮遊または、冬柿は、甘柿の品種の一つである。万世の代表品種で11月中下旬が、収穫期になる。完全甘柿で、甘みが強く、肉厚、果肉が柔らかい、280g 程度になる、よう栽培できるのが特徴。花は、雌花のみがつき、短ため結果性が、やや低いため、安定生産のためには受粉の必要がある。 早期落下性も、後期落下性も低い。現在では、西日本を中心に、各地で栽培され、甘垣で、最も生産量が多い。発祥の地である岐阜県水星とその周辺の伊比郡、大野町、池田町、伊比川町、本須市、大垣市、岐阜市などでも生産は盛んである。県別の生産量は、農林水産省の特産果樹生産動態。 当調査によると、1位奈良県、2位岐阜県、3位福岡県、4位和歌山県、5位香川県の順になっている。1820年頃小倉信が御所柿を現在の水干し巨層にあった家屋近辺に植樹する。その後、1857年信の,の孫である小倉初恵により、本格的に柿の栽培が始められる。 この御所柿は地名にちなみ、巨層御所と呼ばれていた。1884年、巨層村の福、島西寺は、在来種であるいくら御所の中で、小倉長蔵の家に植えられていたものが、風味、形状ともに優れていることに着目した。福島は、小倉初絵が所有する御所柿のうち、良質の実をつける柿の木の枝で継ぎ木を試みた。 1897年福島祭人は福島家の家督を相続し本格的に柿栽培の研究を開始する。1897年に皇太子が岐阜県に行刑した際には御所柿が献上されている。1892年福島祭人は自身が栽培した柿を品評会に出品し一等に入選した。栽培が広がった。 この御所柿は各地で名前が異なっていたため、1898年に福島はこの柿の名前を浮遊に統一しブランド化した。浮遊という名は来季中、浮遊司会のうちの一文から二字を取ったものである。命名については、福島には福寿と浮遊の二案があり、久世亀吉に相談をした。1898年には、 岐阜県農会主催の第1回素災果実品評会にて浮遊が一等に入選する。1898年岐阜県知事の野村正明に認められ、県の柿における奨励品種になった。1903年には岐阜県農会による第2回素災果実品評会が開催され、宮内大臣と農商務大臣が揃って来場した。浮遊については、 天皇に献上する、要領大臣から、県知事に対して指示があった。これに伴い1904年冬かき一かごが、天皇家に献上された。1919年福、島採事政挙1929年原木が、現在地に移植される。夏に、芽が出ず故したと思われた。しかし、翌年、1930年に、根元から芽吹いた。 1972年には、冬裕柿発祥の地位しみが混流される。1980年砂見町の天然記念物に指定される。また、1988年冬の変異種の砂、見柿が新品種に認定される。2008年袋柿冬裕柿のブランド名が、果てたから柿に決まる。ありがとうございます。